ょっと手出してください。ありがとうございますですね。まあ、ウォーミングアップでいきます、はいはい、これ1個ボール握っ て、もう1個握って見せてくださいね。シュッってやるとこっちにもボール来てるんです、はい、こっちありますよね、はい、こっちありますよ。まだ見えます？見えないです。見えないですか。でも一番難しいのはシュッってやるとこっちまた戻りに戻るんです。もともとこっちです。手あげてください、手あげてください、手あげてください。まだありますね、はい、僕1個じゃあこっち握ってもう1個こっち握って1個1個の状態で本当にシュッってやると、うわぁ、マジですごいすごいすごい。ちょっとじゃあゾンビさん手を左手を前に出していただいて、はい、僕1、2、3って数えるので3でしっかり握ってください、はい、1、2、3こんな感じで OK です。1、2、3開けてください。こっちです僕こっち握っとくんでゾンビさんこっち1個握ってください。しっかり握って、はい、まだ感覚ありますね。あります、あります。いきますよ、はい、おい、消えた。ってことはちょっとゆっくり上げてください。おぉ、マジで、おぉ、すごっ。まあ、これはまあ食事で前菜ぐらいなので、枝豆ぐらいなので、あのステーキを今からちょっと楽しんでいただこうかなと。枝豆でも十分ですから、はい、これはウォーミングアップというか、マジシャンの指、みんなよく器用器用って言うじゃないですか。そうですね、はい、どれぐらい器用かちょっとお見せします。はい、これ今指がものすごいスピードで動いてるの見えます？見えないですね。これマッハで動いてるんですよ今。あ、止まってるように見えるじゃないですか。どれぐらい速く動いてるかお見せしますね。親指と人差し指でこうタバコを持ちます。こんな感じです。OK？OK。これ上からフッと下ろすとこうタバコ貫通しに見える。中に入ってるみたいな。あれあれあれ。だけど息をフッてかけるとこれ外れちゃいます。あれ？何してたんですか？手を指を入れ替えたりしてるわけじゃないです。親指と人差し指を使って上からヒュッと下ろしてきたときこう着地した。何これ？何これ？何これ？何したんですか？入ってます？入ってますよ。息をフッてかけると外れます。これ特別に皆さんにお教えします。ここだけです。愛妻探偵団の皆さん見てる方だけにお教えします。実は上からこう降りてきたときにこうなってます。中指はスーパー高速で動いてこれやっとで貫通したように見えます。すごい、相当器用じゃないですか。こう来て貫通して外す時も中指がこう来てこう貫通します。なるほど。普通のスピードでやるとこの指が速すぎて止まってるように見えます。よく見せてください。は本当え、動い、え信じるか信じないかはあなたです。あらめっちゃ早い。ネタバラシじゃないや。ネタバラシじゃないや。ヒッチャもなんかやってますね。あ、もっともっともっと。人差し指と中指ですか。人差し指と中、人差し指と親指。あ、人差し指と親指って。この2本だけ。中指じゃない。あ、ここ、ここだ。上から来た時に、そうですね、はい。今の形で。これ本当だ。はい、こう来た時に。中指で押さえてこっちの両手離しますね。でこれで、はい、回転くるってやった時にこっちで、そうです。本当の話ですね。はい、本当の話ですか。練習です。僕の目絶対嘘つかないです。これやめましょうね。これやめましょう。こういうこと曲がってる。むずっ。もう一回やってもらっていいですか。はい。本当なんだ。これスローモーションでなかったらまずいですか。これスローモーションではやらない方がいいですね、普通に再生。スローモーションでやってもこういう感じでしか見えないと思います。あ、それだとすごいじゃないですか、はい、普通に見たら本当にわからないんだ。こうですね、こうなってます、はい、で普通でやるとこうなってます。なんか違うといいか。嘘嘘絶対嘘。中指通ってないですよね。中指使ってなかったんだ。中指使ってないですよね。本当。おお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 おオッケー、ありがとうやばい、めっちゃもうお金投げたシップね、ありがとうすごいな、すごい